インディーカー V8 エンジンコスワース 1700BDR エンジンコスワースは1958年創業のレーシングエンジンビルダーである。名前は創業者のマイク・コスティンとキース・ダック・ワースの両者の姓を組み合わせたもの。当初はエンジンチューナーとして発足したが、間もなく独自のレース用エンジンの開発を手掛けるようになった。エンジンの多くはフォードによる資金援助を受け、 フォードのバッジを付けられて、レースに使用されている。ただしコスワースは、フォード専属というわけではなく、過去には、ロータス、シボレー、オペル、メルセデス・ベンツ、ロールス・ロイスなどとも共同でエンジンを開発したことがある。会一用エンジンのコスワース DFV と、その1960年代から1980年代に、渡っての通算154勝という成績は、 第一市場に残るものである。市販車でも、フォードシエラ、コスワース、フォードエスコートコスワース、メルセデスベンツ1 9 0 e エボ、最近では、アウディア RS シリーズや、ジャガー界タイプが一般でも、入手可能なコスワース製品である。また、フォード社用のエンジンチューンパーツも、豊富にリリースしている。2011年には、ヒュンダイ・ジェネシス・クーペのコンセプトカーにもコスワースエンジン、 搭載モデルが登場したが、市販化には至っていない。日本車の現行モデルでは、本ダ X の SX の V6 エンジンがコスワースとの共同開発であり、ブロック、ヘッドの製造も担当している。過去には、日産、ブルーバード、U12 型のラディー向けグレード SSSR に搭載された CA18 デッド、R エンジンに、 コスワース製の専用単造ピストンが採用されていた。他にも競技用ではあるが、スバルの EJ25 のコンプリートエンジンを製作及び販売をしている。マクラーレン M23 の DFV エンジン6輪ティレル P34 の DFV エンジン DFV 編集詳細は、フォードコスワース DFV エンジンを参照1967年に、 名車ロータス49に搭載された、イ一用 V8 の DFV エンジンは極めて高い競争力を有し、1967年、オランダ GP をジム・クラークのドライブでデビューイン。その後すぐに多くのプライベーターチームのマシンに搭載されるようになると、1970年代の F1 を設計。1983年モナコ GP のケケロズベルグの 勝利で、第1勝利数は、通算154勝を数え、2006年シーズン終了現在単一形式名の F1 エンジンでの最多勝ちとなっている。特に、イギリス系のシャシーコンストラクターによる DFV での活躍が目立ち、ロータスをはじめ、ティレルやブラバム、マクラーレン、ウィリアムズなどのチームが、DFV エンジンと共に、第1で勝利していた。また、 1980年代以降は DFV をベースにショートストローク仕様のダフィー3.5リットルな仕様の DFZ、DFZ のヘッド周りなどを改良した DFR などの発展系エンジンが数多く作られ、会一において1990年代初めまでの長きにわたって現役であった。なお、DFV が V8 エンジンのレイアウトを採用した理由は、 チームロータス設立者のコーリン・チャップマンの軽量な居1エンジンを望む声、米国フォードが1960年代後半の多くの生産者に搭載していた V8 エンジンのイメージアップ、コスワース設立者の一人であり、中心人物でもあるキース・ダックワースのホーミュラジュニアや F に向けレーシングエンジンで培ったノウハウを活かせる土壌の存在など、様々な思惑の結晶であったと言える。 最後期には、スイスのハイニ・マーダーやイギリスのブライアン・ハートなどのエンジンチューナーにより、独自の改良を施された数種類のエンジンチューナー製 DFR が F1 の数チームに供給され、特に1991年型のハート DFR はエンジンブロックのみオリジナルと言われるほど、徹底的に改良が施されていたが、極限を通り越したかのようなチューニングにより、 結果としては信頼性を著しく損なう結末となってしまった。テックターボ、編集1986年から1987年にかけてコスワースはフォード名義で1.5リットルターボエンジンを供給した。120度 V6 のこのエンジンは1986年第3戦3割の GP でローラ THL-2 に搭載してデビューした。 ハースが撤退した1987年には、ベネトンがこのエンジンを使用した。GBA エンジンとも呼称される。HB 以降、編集1989年に、それまでの DFV ベースから脱却した、全く新しい F1 用新設計 V8 エンジンである、HB エンジンを開発、ベネトンにワークス供給された。1991年にはジョーダンに供給されたのを、 きっかけに、翌年には DFR に代わるカスタマーエンジンとして供給された。1991年から1992年にかけては他のメーカーに負けないようセラミックを多用した軽量な V12 エンジンの開発を行っていたものの断念。しかし、その開発内容をフィードバックさせたエンジンとして1994年に ZETEC RV8 エンジンを開発。 ベネトンのミハイル・シューマッハによる初のドライバーズチャンピオン獲得をサポートした。1995年は前年ミハイル・シューマッハをドライバーズチャンピオンにしたベネトンが使用エンジンをルノー V10 へ変更したためザウバーへゼテック RV8 エンジンを供給。ただし同年から第1エンジンは排気量の規定が3.5リットルから3.0リットルへと変更されたため ゼテック RV8 の名称ではあるが仕様は前年型とは異なる。1996年には、第一マシン製作上のトレンドとなってしまった V10 エンジンを開発、ゼテック RV10 エンジンとしてザウバーにワークス供給。1997年からは、フォードとの強力なコネクションを持つジャッキー・スチュワートと、その息子であるポール・スチュワートが率いるスチュワートへ、 SCV10 エンジンをワークス供給。1999年にヨーロッパ GP では同年にワークス供給した新開発 V10 の CR-1 エンジンがジョニー・ハーバートのドライブで優勝を果たしている。またカスタマー向けエンジンとして ED エンジンの供給を1995年より開始。供給開始当初よりミナルディに明らかなパワー不足で カスタマー供給チームをバカにした欠陥エンジンと国評されるなどし、1997年のティレルへの供給で役目を終えた。翌1998年からは、会一へ参戦するチームのエンジンがすべて V10 となってしまったため、DFV エンジンから連綿と続いたコスワースの F1 用 V8 エンジンは、1997年で一度幕を下ろすこととなった。 2000年からはフォードがスチュワートを買収し、ジャガーレーシングとして参戦、コスワースブランドでワークス供給していたが、活動は2004年で終了した。なお、2003年ブラジル GP のジャンカルロフィジケラのドライブによる優勝が、現在会一におけるフォードコスワースエンジンの最後の勝利となっている久々に、会一用 V8 エンジンである CA2006 エンジンの供給を開始。 何度かのレース入賞も果たして、エンジンメーカーとして、面目を保ったほか、このエンジン自体も他のメーカー系、ワークスエンジンをしのぐ2万 RPM オーバーの超、高回転型エンジンとして注目された。ただ、トロロッソに供給したエンジンは、V13.0 リットルであった。しかし、2007年からはウィリアムズは、トヨタエンジン、トロロッソは、 レッドブルから譲り受けたフェラーリエンジンとなるため、会一からコスワースの名前が消滅してしまった。2008年10月17日、FIA は2010年から導入するスタンダードエンジンの入札を開始し、コスワースはイルモア、メカクローム、ザイテック、ジャット等と共に入札に加わった。12月5日、FIA はコスワースとのエンジン供給契約を発表した。 2009年6月12日に FIA が2010年の F1 世界選手権のエントリーリストを発表。新規参入となる HRTF1 とバージンレーシングがコスワースからエンジン供給を受ける。また、トヨタとの契約を打ち切ったウィリアムズは2010年の F1 世界選手権より再びコスワースからエンジン供給を受けることを発表している。 また BMW ザウバーの撤退によって、ロータスレーシングが参戦することとなり、こちらもコスワースから供給を受けることとなった。しかしメーカーワークスに対する劣勢はいなめず、コスワースエンジンを使用するチームは徐々に減少していった。2014年シーズンにより、開位のエンジンレギュレーションが大きく変更され、1.6リッター V、6ターボエンジンが採用されたが、 前期の通りユーザーが減少し、競争力を失っていたことから資金を提供するチームは現れず、同規定のエンジン開発は見送られている。以降2021年現在まで、幾度かの F1 レギュレーション策定の会議に出席してはいるものの、再参入には至っていない。編遷表、編集幻のシャシーコンストラクター参戦計画、編集コスワースの F1 マシン、 四輪駆動となっている1969年にロビン・ハードが設計した四輪駆動のマシンで自ら第一三線を目論んだこともあった。搭載する DFV エンジンは軽量マグネシウムブロックの特別仕様となっていた。マイク・コスティンとブライアン・レッドマンがテストドライブしたが重量型やタイヤ技術の進歩もあり四輪駆動のメリットが見出せず実践投入は見送られた。 DFV は F3000 などでも活躍。1985年に欧州地区で始まった国際会3000シリーズの初年度は参戦する前者が DFV を搭載していた。日本では県松浦などの手によりチューンメンテナンスされ全日本会3000選手権や富士、グランチャンピオンレース参戦チームに供給されていたほか、 ヤマハは1987年に DFV をベースに高バルブ化したコスワースヤマハオックス77エンジンを開発し、やはり全日本海3000選手権への供給を行った。1994年には全く新しく軽量、コンパクト化したコスワース AC を国際海3000のみの投入となった。フォードとは海一以外でも縁があり。 WRC のフォードエスコート RS コスワースやカートのエンジンも開発した。なお、DFV の派生モデルとしてカートシリーズ用にターボチャージャーを装着した DFX 及び DFS、ルマン24時間レースなどの耐久レース用に排気量を拡大した DFL、オセアニア地域で行われたタスマンシリーズ用に排気量を縮小した DFW などが存在する。 2003年のシーズン途中からは R のシボレーエンジンの開発も手掛けた。オートバイメーカーのドゥカティもロードレース世界選手権に投入するデスモセリッチ用エンジンの開発を依頼している。またオートバイメーカーのアプリリアはモートジッピー用の直列3気筒エンジンの開発を依頼し2003年から2005年にかけて自社製バイクに搭載し参戦した。2006年には R からしボレーが撤退したことに加え、世界ラリー選手権に参戦する、フォードフォーカスのエンジンチューンの仕事も失ったが、一方で同年より、アトランティックチャンピオンシップのワンメークエンジンの供給を担当している。2012年の D1 グランプリでは、ティマップガージュウィスドリュー,ピーのトヨタ86にコスワース製 EJ25 改めターボを積んで出場している。 エンジンスワップの際には、イギリスから専門家を呼んで施行した。最高出力は 400PS くらいを狙えるエンジンである。2016年発表のアストン・マーティンとレッドブル・レーシングが共同開発したハイパーカーのバルキリーの心臓部には、コスワースがアストン・マーティンと共同開発した6.5リットル V12 エンジンが収められている。これを用いての WEC の ハイパーカー規定参入計画も発表されていたが、開発の遅れや経済情勢の変化に伴い、計画は延期されている。2022年に BTCC において導入される予定である共通ハイブリッドシステムの開発は、コスワースの関連会社であるコスワースエレクトロニクス社が担っている。この開発は当初英国のバッテリー会社のデルタとの共同で進められていたが、後に同社を コスワースエレクトロニクス社が買収している。コスワースはその歴史において頻繁にオーナーが変わっている。1980年にはユナイテッドエンジニアリング・インダストリーズがコスワースを買収するが、その上も1988年にはカールトン・コミュニケーションズに買収される。1990年には A ・ビッカースがコスワースを買収するが、1998年には そのビッカースがフォルクスワーゲングループに買収され、一時コスワースはアウディ参加に収められた。これに慌てたのがコスワースとの関係が深いフォード。急遽フォルクスワーゲンとの間で交渉が持たれ、コスワースのレーシング部門をコスワースレーシングとして独立させた上で、フォードが買収することとなった。しかし2004年にはフォードがジャガー界一チームと共にコスワースレーシングを 売却する方針を発表。結局同年11月にコスワースレーシングはカートシリーズのオーナーでもあるジェラルド・フォーサイスとケビン、カルコーベンに売却された。一方、レーシングエンジン部門以外はコスワーステクノロジーとしてフォルクスワーゲングループに残り、アウディやアストン・マーティンへのエンジン供給を行ったりしていたが、2004年12月に 自動車のピストン製造で世界最大手のドクマーレグループに売却され、マーレパワートレインに社名を変更している。ありがとうございます。